ジャンジョレス・オーギュスト・マリ・ジョゼフ・ジャン・レオンジョレスは、フランスの社会主義者、政治家。修正主義を主張し、共情主義派とは対立した。また、圧倒的な大衆の人気を誇る、雄弁家として知られた。第一次世界大戦に反対するが、強心的な国家主義者に暗殺された。1859年9月3日タルヌ県のカストルで、商業と農業を営む。 ショーブルジョア階級の家庭に生まれる。ルイルグラン学院を経て、高等師範学校で学び、哲学の学位を得る。その後、2年間アルビの理性を経て、1883年から1885年に、トゥールーズ大学の哲学教授として教壇に立った。1885年の議会選挙で、タルヌ県から、会員選挙に立候補し当選する。会員では、 中道左派会派に属した。1889年の議会選挙では落選した。落選中は再びトゥールーズに戻り学級生活を送った。この間、トゥールーズ大学医学部設立に尽力している。レプライミスソーシャライジミージェルミナッサイリニアメンティス、オペッドルテラム、カント、フィフテイ・ヘーゲルと、デラレーリテ・ジュモンド・センシブルの二論文で、哲学博士号を取得。 ジャン・ジョレス・ジョレスは、当初、政治思想として、恩賢共和主義を支持し、ジョルジュクレマンソーに代表される、旧進主義や社会主義に反対する立場をとっていた。そのジョレスが、社会主義者に転向したのが1890年代後半とされる。ジョレスは、1892年タルヌケン・カルモーで、社会主義者とみなされた、鉱山労働者が解雇されたことが原因で、 ストライキが起きた際、ストを強力に支援した。翌1893年の議会選挙で、アルビから、会員議員に立候補し再選された。しかし、これも束の間、4年後の1898年の議会選挙では再び落選の浮き目に遭う。しかし、落選中の4年間、その卓越した雄弁と知性によって、左翼政治家の筆頭として、 存在感を増していった。ジョレスは、ラプティ・レピュブリーク紙の編集に携わり、ドレフィス事件では、被告ドレフィス側に立って、ドレフィスの無罪を主張する著書、証拠に関しては、ブルジョア内閣に包含されたとして批判するジュール・ゲード、ハナドが存在したが、ジョレス自身は、ミルランを支持している。1902年の議会選挙で、下院議員に3度目の当選を果たす。 ジョレスは、旧新社会党との合同を目指し、ブロックなオナーる結成に動く。1904年には、リュマニテ紙を創刊、編集する。1905年3月に、フランスの社会主義諸政党は、新たな社会主義政党の結成を目指し、ルーアンで会議を開催した。ジョレスとゲードは、旧新派とは一線を画した上で、統一社会党、 パルティ・ソーシャリステ・ユニフィ・ PSU を創設し、社会主義政党統一の第一歩とした。そして同年、フランスの全社会主義政党は、第二インターナショナルフランス支部として、フランス社会党を結成する。1906年の議会選挙で当選する。第一次世界大戦直前のナショナリズムの紅葉の中で、 帝国主義戦争に反対し和平への呼びかけを進めた。ジョレスが暗殺されたカフェクロワッサン1914年7月31日に熱狂的な愛国者ラウール・ビランによりカフェクロワッサンで暗殺された。それは第一次世界大戦が勃発しフランスが総動員体制に入る前日のことであった。労働者と農民の立場から見た社会史としては 初めての試みの一つである、大著、フランス大革命シーストワールソーシャリステ、デラレボリュッシオンフランセーズ、1901から4年4巻は、後のジョルジュル・フェーブル、アルベール・マティエのフランス革命研究に刺激を与えた。若きロランバルトも、ジョレスの支持者だった。ありがとうございます。